視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週水曜日はこちとら自腹じゃ。パクユーが CD ショップに行って、その週に発売された新譜の中から1枚をチョイス、自腹で購入し、5段階で星をつけて評価レビューする企画です。早速今週の自腹 CD 紹介したいと思います。こちらです。じゃん。ノアズアーク、僕のリリックの棒読み。この CD の話をする前にですね、僕タワーレコードで CD 買うことが多くて、今週もタワーレコード吉祥寺店で CD、 この CD 購入したんですけれども、今週発売される新譜どんなのがあるかなってこう、事前になんか調べていったりとかしないので、お店に行って、何かないかなっていうふうに探すんですけども、まあサチモス推しがすごいんですよ。去年あたりからグイグイ来てるバンドですね。特にタワレコのサチモス推しっていうのはすごくて、もう去年もう年中大きく展開されてて、何を買う時にもサチモスが主張してくるみたいな、僕たちもいるよ買ってねみたいな感じで主張してくると。で、今週サチモスのアルバムが発売されたっていうことみたいで、店内の BGM もサチモスでしたし、展開もものすごくでっかく展開されてました。僕天の弱なんで、絶対サチモス以外の CD 選んでやろうと、一生懸命探しました。でもね、まあ、サチモスかっこいいだろうなってのわかるんで、僕らでいいじゃないか、買ってよ買ってよっていうようなね、ささやきが聞こえて、それを振り払うように、いやいやいや、まだなんかあるはずだ、誰か他にいい人いるはずだみたいな感じで、その中で見つけたのがこの僕のリリックの棒読みの新しいアルバムでした。なんかすごいぞと話題になっているのは知ってたんですけど、真剣に聞いたのは今回のアルバムが初めてです。で、初回限定版と通常版っていうのがありまして、こちらは初回限定版です。通常版は普通の CD のケースに入った、普通のパッケージなんですけれども、初回限定版に関してはこんな感じで、レコードを模したような感じの、パッケージになってます。こういう CD 最近結構多いですね。で、中どんな感じで CD 入ってんのかなっていうのはちょっと気になるところだったんですけど、まずこう開いていくと、まあ3面になって、こっち側にポスター兼、まあ、こっちがポスターなんですけど、裏面が、歌詞カードになってます。こう一面の歌詞カードですね。逆側にのこっち側にですね、こんな感じで CD が入ってました。で、裏面もこう綺麗な写真がデザインされてると、これなるほどなって感じですね。こんな風なパッケージなんだっていう。この初回限定版、通常版と比べると収録曲の違いっていうのは全くなくて、値段が300円ぐらい高いんですね。で、僕毎週 CD 買ってて、DVD がついてるとか、収録曲がちょっと違うとかで、いろんなバージョンの CD 出してるアーティスト結構いるんですけど、僕はね、このパッケージで、値段の違いとか限定感を出すのはすごくいいなって思いました。まあ、CD を買うっていうこと自体が、曲を買うっていうこととちょっと離れつつあるっていうのが今の状況だと思うので、このなんだろうな、所有欲を満たすといいますか、これこうやって、ちょっと飾っててもまあ様になるのかな、わかんないですけど、僕はこういうのいいなって思いました。中身についてお話ししていこうと思います。収録曲は全部で10曲なんですけれども、なんか45分の一つの作品を、見させられた、聞いたような、感覚になりましたね。まあ、大体アルバム1枚買って、最初こう1曲目から最後まで聴いた後にお気に入りの曲っていうのが1曲2曲あって、こうそれを繰り返し聴くみたいな、そういうパターンがまあ多いんですけど、皆さんもそういう聴き方すること多いと思うんですけれども、このアルバムに関しては1曲をピックアップして繰り返し聴きたくはならないなっていう。それは悪い意味じゃなくて、曲が良くないとかじゃなくて、なんか流れがすごいあるんですよ。で、それが途切れないっていうか、だから、なんか途中から針を落とす、まあ針なんて落とさないんですけど、CD なんで、途中から針を落とす気にならないっていう、そんなアルバムだなっていうふうに僕は思いました。まあそのアーティスト名が僕のリリックの棒読みってことなんで、リリックをすごく、まあ、歌詞をすごく大事にされている方なんだろうなと思い、最初は
歌詞を一生懸命追っかけて聞いてたんですけど、多分その聞き方は正しい聞き方じゃなくて、サウンド全体を大きな感覚で捉えて、その中にこう言葉がぼんやりと浮かんでくる、で、時々刺さってくるみたいな、そういう聞き方が楽しめる聴き方なんじゃないかなっていう風に思いました。で、曲が進むにつれて分かってきたって感じですね。1曲目とかは何言ってるか全然聞き取れないし、なんだよ今週外れかよみたいな感じに思えたんですけれども、あ、そういうことじゃないんだというのが3曲目4曲目ぐらいでなんとなく分かってったっていう感じでしたね。全体的にものすごく聴きやすいアルバムだなっていう感じはしたんですけれども、そんな中にも M さんのアリカのイントロの部分とか、あと4曲目のウォーターボーディングっていう曲とかの、なんだろう、アンビエント感っていうか、結構マニアックなジャンルからいろんな要素を引っ張ってきてるんですけど、うまくまとめて、パッケージングしてるなっていう感じがしましたね。すごく面白いなと思いましたし、なんかこういうことがすごいメジャー感を出しているアーティストがやりだしたっていうのが最近のトレンドなのかなっていう感じもしました。まあサチモスに関してもそうですけど、おしゃれっていうのがやっぱすごい最近大事になってるなっていうのは思いますし、いろんなとこでも言われてることで、このアルバムを聴くことが俺っておしゃれだぜっていうのを演出する一つの道具になるみたいな、そういうところはしっかり抑えられてるなっていう感じがしました。それでは5段階で星をつけて評価したいと思います。今週の僕のリリックの棒読みのノアズアークは星4つです。限りなく星5つに近い4つかなっていう感じです。で、この僕のリリックの棒読みさんっていうんですかね、この人今大学1年生10代の人らしいんですよ。オフィシャルのウェブページのバイオグラフィーをちょっと読んでみたんですけれども、動画サイトに楽曲を投稿していて、それを発掘されてみたいな流れのようで、そういうパターンはやっぱ最近増えてますよね。動画世代っていうか、匿名で作品を発表してそれに反応が来てみたいな、そういうやり取りを自然にやってる世代の考えてることはちょっとわかんないっていうか、そのミクスチャー感がすごくてやばいな、これはうかうかしてるとついていけない、取り残されるっていう感覚をすごく覚えました。このアルバムを今回聴いてみて、それと同時に思い出したのが、なんかの音楽系の雑誌のインタビューで、まあ、評論家みたいな人がこう何名か集まってお話をしていて、そこで僕ぐらいの世代のアーティストが先頭に立って音楽シーンを作っていた5年間10年間っていうのは音楽的に過渡期であんまり面白くなかったみたいなことをすげえ上から目線で言ってたんですね。まあ、その人たち多分40代、30代後半から40代ぐらいの世代だと思うんですけど、なんだ腹立つなって思ったんですけど、なんか今の10代、20代前半がこうガンガンこう頭角を現してきて、音楽シーンが面白い方向に転がり出してるのかもしれないっていう、なんかちょっとわかるような気がしちゃって、これはやばいなと、相当頑張んないと僕らの世代はなかったことにされんじゃないかと、そんな気持ちになりました。今回このアルバム選んですごく良かったなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。